大阪産業大学附属高等学校は、大阪府大阪市上等区にある私立の高等学校。旧名称は、大阪鉄道高等学校で、長らく男子校だった。大阪産業大学の附属のマンモス校で、同系列の附属中学校も併設されていたが、2019年度で廃校となった。1948年4月1日、普通科、業務科、機械科、土木科、 電気化、自動車化からなる大阪第一高等学校として設置を認可された。以降、男子校だったが1992年の国際化解説に合わせ男女教学となった。教育課程は全日制課程で普通科に4つのコースが国際科に1つのコースがある。なお、段階ジュニア世代の進学する1980年代の高校生急増期に 大阪府と大阪府市立中学校高等学校連合会が協議。私学の高校生受け入れ努力、条件整備に対し、府も助成することが申し合わされたため、学校法人大阪産業大学も、大阪産業大学高等学校の募集定員の増加を検討した。その後、新規受け入れの余裕がないとして、大阪産業大学のキャンパス敷地を転用し、 三大高校の臨時分校を設置することを決定し、不立の高校で収容できない生徒を受け入れる目的の臨時分校として、大阪産業大学高等学校大投校舎が1983年に設置された。大投校舎は旧増期8年間だけ設置で廃校となる認可だったが、保護者らが存続を求め署名活動を行った結果、1988年2月17日に、 新たに大阪桐蔭高等学校として設置を認可されている。1928年11月に実業学校大阪鉄道学校設立が1938年2月に同じく大阪第一鉄道学校設立が認可された。この2校が1945年4月に合併、現在の大阪産業大学と学校法人の源流となっている。 生も入学定員760名で入学者数753名、収容定員2280名で、生徒数3学年で、計2149名。偏差値普通科特進コース153、普通科特進コース249国際科、グローバルコース48、普通科進学コース45、普通科スポーツコース43学費など初年度の、 費用は約136万円。入学試験でスポーツ推薦、クラブ活動の吹奏楽部のクラブ推薦の制度がある。なお、学校法人大阪産業大学の中期事業計画では、系列の大阪桐蔭中学校、高等学校とスポーツクラブの交流を図る定期戦の実施も視野としている。2006年高校3年生の選択必修科目で、 履修漏れが私学で相次いで発覚。大阪産業大学附属高等学校では、特進コース理系の生徒が必修科目の世界史を履修していなかった。不死学科に対し、コース再編時に、家庭表の編成にミスがあったと釈明した。なお、第三大附属と同様に、東海大学附属行政高等学校や、阪南大学高等学校、大阪学芸中等教育学校、 西風高等学校、四天王寺は永久高等学校、西武女学院高等学校でも未利集が発覚している。ありがとうございます。